さて、ドクターウォッチの最後を飾るのが、この、わかりますかね？ロンジンのドクターウォッチです。まあ、今まで、ドクターウォッチをいくつか紹介させていただきましたけれども、まあ、正直、このロンジンのドクターウォッチを、まあ、最後の砦としてお見せするために、紹介したぐらいな気持ちですね。これはやっぱりさすがに論人ですので、金木の論人ですので、機械の作りもかなりいいですね。キャリバーが、専用のキャリバーで9.32っていうのを使用しています。論人ですね。これはもう本当にロレックスと双璧をなすキャリバーですので、後で、お見せいたしますけれども、素晴らしいですね。機械が。で、これはちょっと小ぶりなんですけれども、ドクターウォッチ、ロンジンですね。なかなか素晴らしいです。見えるか？なかなかピンが。暗くなっちゃいました。はい、機械で後で見せします。